で、どんくらい付き合ってんの？1年くらいかな。まあ、お互い忙しくてあんまり会えてないけどね。まあ、彼氏いるだけいいよ。私なんて何年一人かね、大将。そうだな。だし、編集者ってだけで十分羨ましいのに、彼氏もいて、そんでもゆきとくんと仕事もしてるなんて、もう羨ましい取り越しなんか憎たらしいわ。ゆきとのこと本気なの？まだわかんない。ただ、言えるのは、あの顔をもっと頻繁に間近で見ていたいってことだけ。顔だけに惚れてんのか？まあ大した中身まだ知らないしね。男は顔じゃねえぞ。大事なのはここだぞ。はい、出た。なんだよ。顔が好きって言うとみんな口を揃えてそう言うよね。人間外見じゃない、中身だ。分かってるよ。もう中身が大事じゃないの一言も言ってないよ。ただ私は外見も大事でしょって言ってるわけ。先輩って正直だね。いや、顔が好きっていうよりもさ、内面がお好きになったんですって言う方が尊いことに扱われてる。この世間の風潮に我慢ならないだけ。申し訳ございませんでした。いいとこだよ。あ、これおかわり。そう。立 TV 历史线上影视。